でもだいぶ抑えられてるなっていう感じがしますよ。やっぱこっちの方がすごいよね。こうやってみると。どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。アンカーの315ワイヤレスチャージャーとスマホ守るくんです。さあアンカーはですね、ワイヤレスチャージャー旧型のものがですね新しくなりましたよっていうもので新商品だったのでビシッと買ってみました。そしてもう一つがスマホ守るくんで、スマホ以外にも使えるものみたいですよ。保護フィルムですよねとかガラスとかそういったものじゃなくて直接ファー塗ると指紋つきにくかったり傷がつきにくかったり、まあワックス的なそんな感じのもので使えるっていうものです。 Amazon の人気ランキングでものすごく上位にあったんで試しに買ってみました、両方ともね。果たしてこれがどれくらいイケてるものなのか、これから皆様と一緒に見ていきたいと思います。というわけで行ってきましょう。はい、というわけでこちらがですね、アンカーの315ワイヤレスチャージャー、そしてスマホ守るくんです。じゃあまずはアンカーですね、ちょっと開けていきましょうか。たらーん、おー出ました。入ってたのはクイックスタートガイドに大事なお知らせの紙で USB、 あ違うこれ、あマジかよ、マイクロ USB ケーブルだ。あそうですか、久々会ったね君。懐かしいね。これがまあ搭載されていました。まあ、出力はね 5W、 7.5W、 10W だからまあいいのかなっていう感じではあるけどね。ほんでこちらが本体になるわけです。アンカーっていう風に入っていて、ここですよね、マイクロ USB ケーブルをブサーと差し込むというところです。これだけですよ。すごくシンプルですね。ここにブサッと入れる、そんでケーブルをブサーつなげば、あーついたね、ここがうっすらつくという仕様になるみたい。そしたらじゃあ試しにですね、ピクセル7プロです、置いてみようかな。ああ、いったね。37%。いいんじゃないかな。充電されてる感じするわ。で、結構コンパクトだし、薄いし、いい感じだね。充電中はこのランプがつくんだけど、ランプっつうかライトっていうか、それがつくんだけど、そんなに邪魔になる光じゃなさそうよ、ここね。眩しくて眠れないとか、そこまでの強さじゃないから、使うのにはね、そんなに問題ないかなと思います。で、こんな感じですよ。スマホと同じぐらいの薄さでいけるんで、寝室とかもそうだし、持ち運びとかにも良さそうですね。iPhone とかでもいけんのかね、ちょっとやってみようか。よっと、あ、行ったね行ったね、認識されています、充電中で。 iPhone の場合には最大 7.5W なんで、めっちゃスローですよ。めっちゃスローに充電されていくっていう感じですね。なんでまあちょっと気長に待たなきゃいけないっていう感じではあるかな。こういったリングですねがついてる状態だと、あ全然無理だね、当たり前だけど全く認識しませんね。でもちろんこっちにしても充電はできないので、使う時はこのケースを外してバシン入れるというような形になります。でもいちいちケーブル刺さなくてもいいのは楽だね、やっぱね。 AirPods Pro とかも、あ、やっぱ認識するね、すごい簡単だ。ただちょっとずれるとダメっぽいな。どこまでずれるとダメなんだこれ。あ、ここでもうダメだ。ちょっと範囲的には、あー、ここでダメかな。この横っちょがあんま入んないね、ほんとこの円だわ。内側のうっすら見えますかね、丸くなってるアンカーって書いてあるこの並々のですね、線の内側にちゃんと置かないと認識はしないっていう感じです。なるほどね。まあでも置いときゃいいかんね、そう考えれば楽ですね。マイクロ USB だなんだっていうのもちょっとうーんって思うところであるけど、ワイヤレス充電ってのんびりやるもんだから、まあまあいいかなっていう感じではあります。動画の概要欄にリンク貼っとくんで、欲しいなと思った方はぜひクリックして買ってみてください。ほんじゃ次こちら、スマホ守るくん。これね、俺全然知らなかったな。多分ねみんな知ってるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、次世代スマホコーティングです。JIS規格最高強度 QH でスマホ画面を守りますよっていうものですけど、ゴルフクラブであるとか車の液晶とかそういったものにも使えるみたいです。とりあえず開けてみようか。たらーん、おー、いろいろ出てきたぞ。スマホ守るくん使ってみた投稿キャンペーンだって、抽選で豪華商品をプレゼント。あ、こういうことやってるのね。それと LINE 友達追加キャンペーンの紙、取扱説明書は漫画みたいに分かりやすくなってんのと、ご使用になる前にですねしっかり押し切って奥までですね押してくださいねっていう風になってます。それとクロスが3枚で、これが守るくんになるみたいなんだけど、こんな少ないの、これめちゃくちゃちっちゃいじゃん。すぐなくなっちゃいそうな感じするけど、本当ね、これしか入ってないですね。これで2000円なんで、どう思うか
ですよ。こればっかりはいいと思うか、まあ、そうじゃないかは皆様の判断になるかなと思いますけど、じゃあ早速やってみるか。そしたらじゃあピクセル7 Pro でこの漫画のねやり方通りにちょっとやっていきましょうか。まずこの画面の汚れとかをねすごく綺麗に落としてくださいねっていう風になってるんで、ちょっと落としていきましょう。はいはいはいと。あと水分とかも画面に残っちゃダメなんだって、意外と厳しめですな。でスプレーをまんべんなく吹きかける、押し切るって書いてあったな。うりゃ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 、こんな感じか。でもちょっと霧っぽく出るから、まあ、そんなすぐなくなるっていう感じじゃないな。垂らしたらクリーニングクロスでまんべんなく伸ばせと。これか、このちっちゃい方か。ちっちゃい方で伸ばしながら塗る。はい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 。こんな感じでいいのかな。これで、あとは10分経過したら付属のファインクロスで強い力で拭けと。綺麗にコーティングするコツは4と5、3、4回繰り返すといい。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほどね。じゃあちょっととりあえずは10分ですね。待ってみましょうかね。はい、10分経ちましたよ。で、この後に、ワッと、拭き取っていくんですね。10分経ってからね。はい、これで、OK みたいです。でも、すごいね、良さそうよ、これ。僕もね、ハンドクリームとか使うからさ、指紋とかめっちゃついちゃうんだけど、でも確かにスルスルとして、すごいいい感じですよ。ちょっと見せられない予定とかね、いろいろ入ってるから、こっちでいじると、あ、確かに、あ、いい感じではあるな。しっかりコーティングされたなっていう感じがする。若干ね指紋っぽいものはやっぱ残るから、何回か繰り返した方がいいっつうのは本当っぽいね。保護フィルムだとまあ明らかにバーっとこんな感じですよ。ベタベタベタってなっちゃうけど、なんかそれは可能な限りね抑えられてる感ありますよ。保護フィルムもね使わないで済むなら使わない方がいいからね。もうちょっとこの辺についてるかなっつうのはあるけど、でもだいぶ抑えられてるなっていう感じがしますよ。やっぱこっちの方がすごいよね。こうやって見るとめっちゃ指紋ついてるじゃんっていう感じがするから、そういう中ではスマホ守るくんを使った方が全然いいかなっていう感じではありますね。でもゴルフクラブも確かにそうだし、カーナビですよね、それを保護するっていうのも確かに良さそうですよね。今電気自動車とかそういうのもバーっとね画面がね広いっていうものもたくさんあるから、そういうのに使うのも確かにありかなっていう気がしますね。もちろんそれ以外にも触れるところですよね、そういうところにもしっかりコーティングしてくれるっていうのはいいなと。ただあくまで薄いコーティングになるから強い衝撃したら巻き割れちゃうっていうのはあるので、そこの注意は必要かなとは思います。なるほどね、分かった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はアンカーのワイヤレスチャージャー、そしてスマホ守るくんご紹介しました。いいところ、残念なところまとめていっていくと、まずアンカーはね便利ですよ。便利というかね、まあ長くのんびりやりたい時ですよね。それこそ寝てる時とか、いちいちねコードをねこう眠い時に刺すのめんどくさいけど、決まった場所ですよね、こうベッドの横っちょのところのサイドテーブル的なところ、そこにスマホポンって置いてあと寝るとか、そういった時もすごい楽ちんですよね。そんなにボコってはみ出るっていう感じもないから、ポン置いてカチャって開いてそのまま寝るっていうのでも全然いいかなと思います。出力はねそんなめちゃくちゃ大きいわけじゃないけど、まあのんびりですよ。一晩かけてね充電したいなっていう場合にはもうこれでも十分かなと思います。でスマホ守るくんはね予想より便利だった。なるほど、高評価の理由はわかるなっていう感じ。あんな感じでしっかりですね指紋とかそういった細かい傷ですよね、それから守ってくれるなっていう感じがあるんで、それでもねせっかく買ったスマホがねバキバキになるの心配っていう場合はもちろん保護フィルムケースで、さらに今これを使うとよりフィルムもですね守られるかなっていう感じであるんで、指紋でねベタベタにしたくないんだっていう場合にはこちらいいかなとは思いますね。スマホだけじゃないっていうね、まあホームページでもホームページとかアマゾンのページでもそれを歌ってるから、釣りの道具でもいけるらしいんで、いろんなことに幅広くですね使えるのかなと。まあ釣りとかだとあっという間になくなっちゃうような気がするけどね、それでもいろいろ使い勝手がいいのは嬉しいなと思いましたね。そう、でもあえて残念なところを言っていくと、そんな早く充電できないですよこっちのワイヤレスチャージャー。まあ、ワイヤレスチャージャーはね、まあ、あくまでそう、ゆったりやるもんだから、マイクロ USB であるとか、まあ、いろいろ気になるところはあるけど、USB-C ですよね。それで充電するに比べると、ものすごい遅いんだなって思っていただけるといいかなと思います。あと、こっちは、量がね、そんなに入ってないんで、いろんなものにね、使いたいっていう場合には何個か買う必要が出てきちゃうかなと思います。あとはね、10分間置かなきゃいけないんで、ちょっとやるのにはですね、のんびり、これも時間がかかるかなっていうところではある。
るんで、気長にできるんだよっていう時にね、使っていただけるとよろしいかなっていうふうに思いますね。そんなもんで、価格帯的にはどちらもね、買いやすいものになってるんで、買って使ってみたいなっていう方は、僕の動画の概要欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてくださいね。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますと、コミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、インスタ、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。つなげの話だー。じゃあ。